皆さんこんにちは、Bレジェンドソベラです。本日はこちらです。なごみのほうじ茶ラテ風味新フレーバーとなります。お待たせしました。ほうじ茶ラテ好きな人が多いと聞いております。こちらの、ね、フレーバー一体どんな仕上がりになっているのかレビューしていきたいと思います。で早速飲んでねレビューしていきたいと思います。こちらのね1キロパッケージをご購入いただきますと、こちらのね赤い袋に入った大スプーンが付属してまいります。でこちらのねスプーンをすり切ってパウダーを入れていただくことで 30g 計量できて、タンパク質がね 20g 取れる設計になっております。こちらのねスプーンご活用ください。さあちょっとパウダーはねどんな感じになってるのでしょうか。開封します。お、こんな感じですね。若干通常のねホエパウダーより茶色みがかってますね。でしっとりしてる感じですね。おお、めちゃくちゃほうじ茶のね匂いがしてますね。ほうじ茶の香りが強い。よくねお茶屋さんのね近くとか歩くとお茶を何かこういってるような匂いするじゃないですか。あの感じがすごいほうじ茶の匂いがします。めちゃくちゃいい匂いですね。本日ね水ね 200ml 入れてきております。まあ、裏面の方にはね 150ml から 300ml の水に溶かしてくださいって書いておりますが、本日はね 200ml 入れてきております。はい、すり切って入れます。ローリングして美味しいですね。やっぱりこのねシェーカーあれですね、溶けがいいですね。本当にね力も入れずシェイクしましたけど、泡立ちもダマもねほとんどできてないですね。めちゃくちゃいい溶けしてますね。じゃあちょっと早速ね開封していきます。よいしょ。お、水に溶かすとさっきまでの強かったほうじ茶の香りが少し柔らかくなっている印象ですね。パウダーで嗅いでた時の方がすごくほうじ茶のね香りがしましたね。早速ね皆様一足先にね飲ませていただきたいと思います。いただきます。ん、めっちゃうまい。ほうじ茶ラテ、めっちゃほうじの感じをね感じますね。正直言わせてもらいますと、僕あまりほうじ茶ラテって飲んだことがなかったんですけど、めちゃくちゃ美味しいですね。ほのかに甘くて、このほうじの感じとねこのミルクの感じってめちゃくちゃ相性がいいんですね。だからこれあれですね、こぞって女性たちが飲まれるわけですねっていう感じですね。めちゃくちゃ美味しいですね。納得しました。めちゃくちゃ美味しいです。こちらのなごみのほうじ茶ラテ風味、なんとね去年ね入社した新卒のね子がねプッシュしてね出したいって言ってたね商品になりますんで、まあ今回満を持してね登場となりました。やっぱり商品化したいっていう熱い気持ちは伝わりましたね。よくと完成させてくれたとも思います。めちゃくちゃ美味しいですね。その新卒の子が言ってたんですけど、いつものね水の量より若干ねちょっと多めに飲んでいただくことで麹の感じをより強く感じていただけると言ってたんで、この動画見ていただいているお客様は少し気持ち水を増やして飲んでみてください。でこちらのねなごみの麹茶ラテ風味の A4 成分表示ですね。1食 30g あたりエネルギー 116.7kcal、 タンパク質が 20.6g、 脂質が 1.5g、 炭水化物 5.2g、 食塩相当量 0.3g、 ビタミン C48.3mg、 ビタミン B6 が 1.0mg となっております。こちらの動画のね概要欄の方に URL を貼り付けておきますんでね、気になる方はぜひ飛んで商品ページチェックしてみてください。これまでにねなかったほうじ茶ラテ風味飲んだことがない方も、ほうじ茶ラテが大好きな皆様もぜひ一度お試しください。数量限定となっております。なくなる前にね試していただければ幸いでございます。それではまたね次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。